検定やこう受ける人はもう酒の変態なのよ。事務所のね人たちに応援されながらやったんです。はい、松木です。こんにちは。私2月にウイスキー検定を受けたんですよ。結果がね先日届きました。ついほんと昨日開けたんで、その動画をちょっと一旦ご覧ください。はい、どうぞ。はい、ウイスキー検定の結果ついに開けます。さあどうだろう。ちょっと怖いな。怖くて1週間ぐらい来てなかったもんな。開けるの怖すぎて。やっぱね、事務所のみんなに応援されてウイスキー検定受かるようにね、いろいろとやっぱサポートいただいてね、うん、その結果が結果が見ますね。参考書も事務所が買ってあげて今、はいはい。ちょっとつけて点数何点、6割ぐらいで合格かな。ちなみに、うん、結構難しいよね。でもめっちゃ難しい。難しい中で60点、うん、確かいけたら受かるんですよ、うんうん、でもめっちゃ難しいからね。いきます。ほぼ回落ちた。みんな落ちました。ウイスキー検定マジか。運でいってると思ったんだけどな。あと4点惜しかったね。次9月だって。また次も受けよっか。はい、落ちました。こんなさ動画に出すのってさ、結局受かった、ありがとうございます。じゃあウイスキーとか、まあ、趣味で飲んだり引き続き飲んだり、ね、お酒のお仕事とかいろいろできるように頑張りますという動画のはずなんですけれども、落ちますね。舐めてました。正直やば。過去問も事務所のね人たちに応援されながらやったんです。こんながっつり応援されてすごいよ。なんかね、猫の名前とか出てくるからね。ネズミ退治のために上流所では猫を飼っていたが、この猫のことをウイスキーキャット、ディスティラリーキャットと呼ぶ。かつて 28,899 匹のネズミを捕まえ、ギネスブックに載ったタウザーという猫がいた。そうだから、その猫がいたハイランドの上流所はどこか知るかって話なんよ。変態ですよ。言っちゃダメ。もうね、ウイスキー検定やこうね受ける人はもう酒の変態なのよ。ただまあ私はもう本読むのが嫌いなんで、なんせ全部こうマジで全部流れていきようてからもうダメだった本当。でもね、9月にあるんよ。9月に松木が受かるように応援されたい。9月にウイスキー検定受かりますので応援してください。どうぞ。ではまた9月にこのウイスキーのお話はまた会いましょう。あー落ちた。北海道は県が2で酒が飲めんでないかい。酒が飲める飲めんでないかい。酒が飲めんでないかい。秋田はきりたんぽ。